インターネットサイン会ボリューム15。お聞いてるんですか。あ、ボディそうですね、一回早とちりしました。すいませんでした。なんか試合以外で3人でっていうのは初めてなんで、どうなるのか分からないんですけど、まあでもあれですね、ちょっとプライベートで集まりたいですね。そうですね。そうだね、はい、ちょっと秘密基地的なところを僕知ってるんで。秘密基地、はい、秘密の場所ちょっと知ってるんで、あれどこにお住まいかどちらですか。こちらの方面の中央線沿線で、中央沿線田園都市大変で、田園都市線路がいまいちよくわかんない。いや、まあでも、はい、行きましょう。今度それでは始めましょう。お願いします。お願いします。あ、じゃあまず、はい、トップバッター行かせてもらいます。みなとさん、チームポートレート、清宮ポートレート ABC、 稲葉ポート A、 谷口ポート A、 ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、3回目だな。甘いと思います。3回目なんで、常連の飲んだんですよね。あ、でもみなとさんはどうなのかな、何回目なのかな。14回全部来てくださってる人がいるんですか。あ、いるんじゃない。そこでいたら、はい、そうですね、いたら名前で呼んでくれる。全制覇してるみたいな。ミースさん、チームポートレート、清宮ポート ABC、 清宮クッション、ありがとうございます。ミースさん、ありがとう。清宮クッション、クッション、クッション、あ、これ可愛いやつだ。あ、可愛いですね、はい、投げ銭が。お、ほら、あ、はい、大島さん、大島さん、あ、コメント、コメント付きです。誕生日、あ、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、名前、はい、
洒落たもんだねってコメントが来てます。あ、僕ですか。さすがです。いやいやいや、ドキドキしてんですよ。その名前をお願いします。はい。ヤマミさんから投げ銭じゃないですか。おお、すごい。すごい。多額ですね。すげえ。多額の投げ銭。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ヤマミ。シンゴさん、チームポートレート、清宮ポートレート A、谷口ポートレート B、稲葉ポートレート A、ありがとうございます。拓郎さんも。拓郎さん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。名前入れてお願いします。やば。名前入れてお願いします。はい。コメント全部読むのは難しいな。なるとちょっと僕もドギマギを発してしまうというので、あれはびっくりしました。後楽園の時のあれは本当にびっくりしました。もうちょっと言うのも緊張しました。いや久しぶりにドキドキしたな。俺もまだ下の名前で呼んだことないんで。あ、その清宮君って言うんだから。あ、そうですか。すいません。いや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 、ちょっと本気でやきもちやる。かなり飛び越えて言っちゃってます。どういう会話だこれ。男性同士の。Gジャービーさん、ポートレートを各1枚すべて。すげえ。ありがとうございます。すごい。買いそびれました。ピエール、りょうさん、のぶさん、どうしたさん、ピエンってどういう意味？ピエンの意味教えてください。泣いてるんです。泣いてるんですか。あ、効果音ってことですか。効果音ですか。え、どういう時に使うんですか、ピエンって。さっき一番この中で清宮さんが近いじゃないですか、ピエン。ピエン世代か。へぇ、ジージャーさん、ありがとうございます。よし、ありがとうございます。
ノブさん、チームポートレート、清宮 A、稲葉 B、ありがとうございます。ありがとうございます。名前入りでお願いします。はい、いやいや、コメントがちょっと、危ない路線に行ってるんで。関東さん、チームポート、あと稲葉 T シャツ、XL、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。こんにちは。やっぱりすごいですね。レッスン1の時は違った違ったので、はい、これからどんどん当たって、そうですね、いろいろ自分の体に染み込ませていきたいと思ってます。緊張しますかこれ。いや、そうなんだね。緊張しますか。はい、話してる相手側が見えないんで。そうですね。なんか間が難しいっすよね。すっごい緊張する。まあ、どしゃさんも話してる。あ、米屋大好き藤原さん、清宮 B、 谷口 B、 チームポートレート、ありがとうございます。ありがとうございます。お参りなのに、
今日着てるシャツは皆さん私服ですか？私服です。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 え、私服持ってきたんですか？あ、ありますけど。でも T シャツ持ってきてるけど、私服です。私服です。持ってきたけど、ちょっと色褪せすぎます、ね、みんなも、はい、持ってきてるけどという着ないって感じですね。大工さんは色褪せる。田川さん、清宮 BC、チームポートレート、クッション、ポートレート、はい。日焼けしてるのを塩かなんかちょっと日焼けしてしまって、あとロゴとかなんか、道場の日焼けマシンってどうですか？結構焼ける。結構俺は焼ける。うん、日焼けマシンあるんですか？ありますね。いいですね。ちょっと今日も焼いてきて。あ、そうなんですね。顔がかなりいい。さっきくださいね、ちょっと焼きすぎじゃないですか。焼きすぎじゃないですか。いや、そんな焼き肉みたいな。焼きすぎじゃないですか。何分ぐらい焼かれたんですか？20分。あ、なんかその、なんか20分のなんか、はい、20分しか焼けないなんかマシン。20分で一応結構強い強さですね。でも我慢ない。日焼けしたことないです。日焼けの話が結構する人は2セットぐらい、40分間ぐらい焼く。あ、そうだったんですね。じゃあもう絶対落ち着いたら次ありますね。いいっすね。そうです。陽子さん、チームポートレート、清宮 B、清宮タオル、ありがとうございます。塾頑張ってください。塾、塾行かれる。塾からこれから。はい。塾何歳なんだろう。塾に行くって。かわいいな。いやでも大変ですね、塾とかって今。そうです。本当にカンニングでもないですね、そしたら。貸し話ですね。
カンニングできなかったらきついっすね。カンニングはあんまりしない方がいいじゃないですか。あ、いやいや、カンニングは僕たちの味方でしたから。また投げ銭していただいたんですか。大島さん、投げ銭3回目。ありがとうございます。3回目すごいな。やっぱりカンニング前提で話さないと。じゃあ本当に真似はしないです。ナッツさん、清宮 ABC チームポート、ありがとうございます。カンニングはどういうふうにやってくるんですか。取り調べてくる。大胆にも僕はこういう感じで、はい、先生が、まあ、大体こう後ろを向いたりとか、まあ、前の方にいるときですね。見えるいやいや、こういうことにしろがないといけないっていう。名前でお願いします。チームポート、清宮選手 AB、稲葉 AB、ありがとうございます。これも書いてます。こちら名前見ます。清宮さん、マスクの中はヒゲダンディズになる。なんだ、どういうこと。カイト、そういや俺はハゲないって言ってたな。あ、僕はハゲないです。
どういう流れでそのコメントが。大島さん、そんな気になるんですか、ハゲ。あ、大島さんがハゲについて気になるんですか。あ、ゲッダさん、チーム清宮 B、谷口 A、稲葉 A、ありがとうございます。ありがとうございます。新宿の秘密基地で、お会いして、でもうその時多分ちょっと一緒に飲むじゃないですか、まあ、その後も何回かその秘密基地で会ってますよね。そうですね、何度かお会いしますね。もう全然あれですね、僕か、まあ、僕が言うのもあれですけど、すごい話しやすいっていうか、すごい近くに寄りやすい方だなと思いました。嬉しいですね。あ、僕はもう谷口選手はその本当優しそうなこうゆったりしたなんか雰囲気だなと思って、はい、まあ、とにかく優しそうだなっていうイメージですね。清宮選手はもう本当にその秘密基地であって秘密基地が気になりますよ、ここまで考えたら。だって好青年というか、本当にその時は。その時はいやいや、今もですけど、今はキラキラですから。いや、僕、清宮君はその本当、新弟子として入ってきても、もう今と全然雰囲気が違って、こんなに本当にキラキラになるとは。もう石ころでしたかな。石ころのような雰囲気違って。もう今、ゾコンです。まあ、井上選手も本当真面目そうで、真面目そうな印象ですね。はい、まあ、これからちょっと、はい、近づいて本性を知っていきたいと思いますね。東京都 H さん、清宮 B、 谷口 B、 稲葉 B、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、はい、
一さん、チーム清宮 B、清宮の谷口 B、稲葉 A、ありがとうございます。ありがとうございます。前編で名前入りでお願いします。千葉県王さん、チーム谷口 AB、稲葉 AB、清宮選手 T シャツ XL、ありがとうございます。ありがとうございます。僕はプロレスラーになるまでは整骨院で働いてました。スポーツは整骨院、スポーツはレスリングと柔道ちょこっとずつ。やってましたけど、そうですね。最後、はい、最後もう自らポジとか固まったらパコとかやる。自らパコは難しいですね。結構、はい、あ、音鳴らす方ですか。いや、音は鳴らさないですね。音鳴らす派と鳴らさない派のなんか流派の違いみたいなあります？そうですね。あれちょっとバチバチしてないですか？いや、バチバチは本当は音なんて鳴らさないんだよみたいな言う人もいれば、あ、いや、そういうのはあると思います。ありますよ、ね、はい。バチバチしてるって言っちゃうとちょっとかもしれない。お互い好きなんですけど、お互いのプロ意識がたつみさん、清宮 A、谷口 AB、谷口 T シャツ XL、クッション。ありがとうございます。谷口さんもラーメン食べてみたいと思います。そうなんですよ。なんですか、俺ラーメン作ったことないです。どこ情報のあれなんですか。個人的に作ってほしいってことですか。ああ、インスタントしか作れないです。名前でお願いします。ケーキ好きですよ。あ、甘いもの意外っていうか。でも甘いもの、パンケーキしか食べないです。それ甘いもの。パンケーキしか食べないっていう。甘いもの。あ、そうなんですね。キウイですよ。はい、好きな食べ物。好きな食べ物か。はい。マーボーナス。マーボーナスです。今日の朝ごはんでした。朝マーボーナス、はい、朝マーボーナス食べてもうまーってなって、お、はい、いい一日の。そうですね、はい、僕中華好きなんですよね。あ、そうなんですね。中華が基本的に大好きなんで、あのマーボー豆腐とか、はい、あとなんかナッツとピーマンのあの炒めとかやつとか、あと締めの杏仁豆腐も最高に好きなんですよ。
構本当中華です、ね。中華大好きです。何系好きですか？あ、でも僕やっぱり肉とかが。あ、もうその体がもう物だってさ。肉とかじゃないですね。中華ですね。肉そうですね。あんまり。肉と寿司だったら寿司ですね。あ。ようこさん、谷口 AB、チーム、ありがとうございます。ありがとうございます。トマト。いや、トマトはもう、あれなんですよ、もう。名前が。はい。基本情報として、もう皆さんに入ってるんで。あ、そうなんだ。はい、もうそれはもう、そこはもう押さえておいてもらって。除外してます、今。谷口さんといえばスパムおにぎりに来てます。あー、スパムおにぎり、そう、スパムおにぎり、スパムおにぎり、どれも寿司みたいに向けるんですか？そうそう、それを普通に食べるんですか？それなんかたまに作って、谷口さんが作るんですか？そう、美味しいです、美味しい、自分で言うんですか？チームクッション、ありがとうございます。あんまり質問ないですよ。リアクションのコメントはあれくらったんですけどね。質問なかなか見当たらないですよ。好きですかっていう質問来た。朝日さん、谷口へ、ありがとうございます。広島県 N さん、チーム清宮 B、 ありがとうございます。
られてないんですよ。パーマをかけたっていうのは、はい、あんまり知られてないんですけど、そちら。ひろちゃん、清宮 A、ありがとうございます。ひろちゃん、ひろちゃん、清宮 A、クッション ×2、チーム、ありがとうございます。名前でお願いします。はい、一人分スペースが空いてますので、ここがなんか微妙なところに線が、あと僕の椅子が微妙な位置にあるので、ナナリンさん、チーム清宮 ABC、 ありがとうございます。東京都、ゆうじさん、清宮選手、B、稲葉、A、B、ありがとうございます。ありがとうございます。名前入れなんだ、清宮さん。はい、はい、稲葉選手、下のやつです。
三重県 K さんチーム、稲葉 AB、ありがとうございます。名前入りでお願いします。今までで一番静かなサイン会かもしれません。そうなんですか。そんなことないと思います。そんなことないですよ、ね、別に静かでもいいっすよね。たまには落ち着いてコーヒーでも飲みながら。何を食べますか。牛と思います。あ、またどうしていいか分かんない。どうしていいか分かんないこと言われた。いやいや、稲葉さん、稲葉さんは何を食べるんですか。僕は、いや、牛となという答えじゃないですか。いやいや、僕、帰りにラーメン食べようかなと思ったんですけど、牛1頭がちょっと薄まりますね。すみません。埼玉県の M さん、清宮 A クッション、ありがとうございます。ありがとうございます。名前とか夜ご飯って炭水化物取ってますか。僕は普通に食べますね。あ、取るんですね。全然食べます、はい、これでその体をキープできてるのが本当すごいですね。でもなんか油物はちょっと控えるようにはしてますけど、はい、それぐらいですね。天性のあれですね、体質もありますね。キムヤ選手はなんか、はい、こう気をつけられて、いやー、やっぱりちょっとこう絞ろうかなって思った時期あったんですけど、はい、その時はもう夜の炭水化物だけはもう完全に抜きました。全くダメなんですね。サラダと肉を食べまくって、はい、牛と牛、はい、あの時2トンぐらいいったかもしれないですけど、食べまくってましたね。お父さん、チームポートレート、清宮 A、谷口 B、稲葉 A、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。名前入れでお願いします。はい、名前入れでお願いします終了は販売終了が、10分前になりましたので、皆さんあと10分で、買えなくなってしまいます。どしどしあと10分で戦いです。これは皆さん誰が買えるのか、この戦いに勝ってください。ありがとうございます。ラスト10分です。ラスト10分になりました。神奈川県 K さん、
清宮 B、谷口 B、稲葉 A、ありがとうございます。ありがとうございます。名前入れでお願いします。名前入れでお願いします。ちなみにこの回で一番喋ってた回って誰と誰誰誰みたいな。おお、あでもそれはこっち側の意見ですからね。コメントわかんない。これ。洋平さんも一人でやってずっと喋ってたし。すごいですね。そうなんです。もう YouTuber 行けますね。ミカさん、稲葉、A、B、ありがとうございます。最後に。あ、もうコメントでも反選手会で応援は強かった。あと見てみよう。どういう話をされるのT シャツオレンジ。ありがとうございます。名前入れでお願いします。名前入れです。はい。名前入れでお願いします。稲葉選手の質問がすごい来てます。そうですね、海外もまた行ってみたいですけどね。ちょっとまずはスコットさんも来てない。あ、僕違うんですよ。あ、そうなんですね。はい、死にかけましたよ。本当にあの卵事件と、あと田舎で車がもうカイローンって回って、そのまま畑にブワーンって突っ込んで死にかけたっていうのと、いろいろあります。あ、すごいですね。僕もなんか車に乗ってて、ムースってなんか大きい鹿みたいなのが、はい、ありますね、はい、じゃないですか。あれをぶつかっちゃって、それも危なかったですけど、そういうのありましたね。なんか普通に銃声聞こえないですか、田舎ってことで。カナダの田舎でバーンって音が聞こえて、はい、あれやったよみたいな。あれやるって海外の選手が言ってて、なんだそれと思って。すごい、殺人現場に泊まった時もありました。ここ昔殺人現場だったんですけど、あで、そこ鍵閉まんないんですよ。だ夜も震えながら寝てました。怖い。そんな怖かったですね。斉藤ジュリエッタさん、チームポートレート、ありがとうございます。カリバさん、ありがとうございます。ありがとうございます。
食べたことありますか？つけ麺あります。エリカさん、清宮さん、ありがとうございます。ありがとう。名前になるはい。ありがとうございます。森花さん、すごい。あ、細かい金額。お、三人でアイスドリンク飲んでない。かっけえな。静岡県王さん、清宮選手、A、谷口選手、AB、稲葉 AB、あとチームポートレート、ありがとうございます。ありがとうございます。熊本ですけど、お酒はそんなに強くないんですよ。熊本のお祭りすごいですよね。熊本のお祭りが結構いろいろあるみたいな。もうそのお祭り文化じゃないですけど、なかなかあそこまでふんどし履いて袴やってがっちりやるってなって、そこまで昔試合の日かぶりました。そうですよね。あ、そうなんですか。はい。9月、すごいなと思って。9月、あ、中心部の方のお祭りですよね。僕ちょっと何て言ってるわかんないですね、そのお祭り。東京都 A さん、チームポートレート、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、販売が終了しました。皆さんありがとうございます。ありがとうございました。名前になるお願いします。はい、熊本ダウンタクシーは亭主関白はその人によって違います。これは多分違います。これ延長戦ってあるんですか。え、延長戦、19時までに注文していただいた分をこれから使っています。お、ゆず太郎、ゆず太郎さん、ありがとうございます。おいしいお酒飲んでください。うえ、飲みたいですね。あ、じゃあこの後この後今お通夜飲んできてるの、ちょっとお好きなお酒は。僕はもうウイスキーですね。あ、ウイスキーなんですけど、最近美味しいテキーラを飲んでしまいまして。お、美味しいテキーラを飲んでしまったから、もうちょっとそこに今あれだと、はい、心をとらわれてます。え、でもテキーラってこうイメージとしてはこれじゃないですか、一気の。そうですね、食って飲むやつじゃないですか。そういう感じなんですか。チビチビ食うテキーラ。そうですよ、はい、大人ですね。グラスはもうショットとかじゃないですよ。普通のグラスに入れてゆっくりこう、美味しいんだ。美味しかったさ、フルーティーな感じで。はい、谷口さんは何を。あ、もう焼酎。あ、強そうですね、谷口さん。いやいや、たしなんて強い人が言うことだよ。福井県 H さん、チーム、清宮 AC、 稲葉 A、 谷口 A、 清宮 T シャツ白、
ありがとうございます。ありがとうございます。なんか僕何度かそのノアの方と一緒の使った時があって、なんか皆さんすっごい飲まれるイメージがあったんで、はい、皆さんお酒強いのかな。強いっすよ。一回も僕生き残ったことないです。お前にお願いします。キュウさん寝ちゃう派ですか。そうですね、もう寝ますね。寝るのもダメですけど、もう立ってももう仕方ないですよ、ね、もう体力がなくなってなくなってって寝ちゃうんですよね。お酒入って、はい、あのなんだろう、ちょっと体が元気になるしてるじゃないですか、はい、オーロラみたいな、あれは本当に理解ができないですね。お酒でオラオラかな、ちょっと陽気にはなります。あ、陽気はそうですね。はい。オラオラにはな。ストレートで飲まれるんですか。いやいやいや、ウイスキーはストレートでは飲めないです、僕は。あれ炭酸、はい、ハイボールですね。ハイボールですね。ハイボール美味しいですね、この季節とか特に。ああ、さっぱりしてますね。そうですよね。もうなんかずっとハイボールなんですよ、僕は。飲み始めがビールとかじゃないですよね。あ、でも僕もそうですよ、僕もハイボールが多いので。ノアの人はハイボール飲む方結構多くてですね。その影響で僕ビールじゃなくてハイボールの話になってます。このままで、はい、いつの間にか記憶がなくなってっていう感じですね、はい、記憶なくなって、でも寝るとかじゃないですか、ずっと飲み続けてる。もう本当普通にこの状態で飲み続けてるみたいなんですけど、はい、記憶なくなってます、はい、それはちょっと怖いですね。めっちゃ強い人ですよ。お、つばふみおさん、おつまみ代でもどうぞね、あげていただきました。ありがとうございます。あ、もうこれは完全にあれですね、集まってきましたね。そっちさん、清宮 AC、 清宮タオル、ありがとうございます。名前出るか。え、僕もあのウイスキーが多いですね。あ、いいですか。はい。変わるんですか。はい。よかった、変わるんですか。ちょっと陽気になります。あ、本当ですか。なんで本当にちょっとお酒飲んで、なんでこれもよかったなって。そうですね、お酒飲んで、そうですね、お酒飲んだぐらいがちょうどいいってよく言われます、ね。福島県 K さん、チームポートレート、ありがとうございます。ありがとうございます。日付をお願いします。はい、じゃあ、ました24番。あんまり普段は飲
話しないんですけど、はい、ハイボールのおつまみが何が好きですか？ニンニクです。ニンニク、ニンニク丸々のおつまみが売ってるんですよ。それをあのちょっと酢でつけてあるみたいなやつがありました。あ、カツグリってあるんですか？はい。すごい美味しいです。ヒロさん、清宮 B、ありがとうございます。ああ、千尋さんといえば千と千尋の神隠し見に行きたい。見に行くんですか今。今やってるんですよ。あ、やってるんですか。映画館で。千と千尋が。あ、そうなんですか。これやってますよ。知らない。本当ですか。ジブリ3作品今限定でやってるの知らないですか。千と千尋とナウシカとあとなんだっけかな、ハウル、ハウルなんか やってるんですよね。やってますよね。映画館でジブリ。あ、ジブリ好きなんですか。はい、あ、僕ジブリ好きなんですよ。この前、忠介さんから千と千尋その DVD 借りて、いいな、いいっすね。DVD 借りたんですか。借りて、その、忠介がインスタライブやってる、はい、そこでなんか、そこでなんかちょっと絡まれて、はい、絡まれて、そこでなんかスパムおにぎりを作っていきますって、はい、で、忠介が作っていって、はい、で、DVD を借りて、あそういうのやったんですね。まだ見てないな。ちょっとあんなふうになっちゃったね。ちょっと返しづらくなっちゃったし。タイミングも、このまま借りパックしようかな。じゃあ、観察しない。アルパカさん、清宮 A、ありがとうございます。今のすごい上手。そうなんですよ。いやいやいや。もうインスタに来たけど、谷口さんが、谷口さんも思いましたけど、倒すのやんないんだから。そうそう、もう、谷口さんのものです。いやいや、俺もインスタライブもう、まあ、谷口さんも。酒飲んで酔っ払ってるところしかやったことないから、ね、あんまりネタをこう決めてやるわけじゃないんですね。そうそう、まあでもそれもいいですよね。ネタ考えちゃうともうめんどくさくなっちゃうからですから、ね、吉島県 T、 あ、高知県 T さん、チーム清宮 A、B、谷口 A、稲葉 B、清宮 T シャツ、ありがとうございます。ありがとうございます。
山見さん、清宮 ABC チーム、ありがとうございます。インスタライブで、結構飲んだことは初めてやった時、はい、覚えてる。怖くないですかそれ。すごいそれ。奥さん見てなんか、はい、なんか家族でなんかやなんか飲んでるのをやって、次の日怒られたりとか、なんか終わる時に、はい、なんかトイレ行ってすぐ終わったって。おお全然覚えてない。すっげー攻めますね。いや、もうなんか緊張して。ああ、そう、あ、緊張なんですね。すごいな。東京都 K さん、チームボートレート稲葉 B、 ありがとうございます。バレましたね。私はもうすでに。はるみさん、チーム清宮 ABC、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。レスリングだけです。あ、清宮さんは何かしてたんですか？僕は特に何もやってないですね。あ、何もしてなくて、はい、プロレスに。そうですね。なんかこうプロレスなんかあるじゃないですか。選手メーカーとか見てたら、はい、なんかレスリングとか柔道とか多いからやってみようとかなかったですか？そういうなんか。中学校まででもサッカーやってました。あ、そうなんですね。はい、それを書いてます。中学校までの部活を。いや、でもいいですか。いいですか、これ。いや、全然いいです、はい。だからもう誰よりも僕サッカーボールキック上手い自信あるんですよ、本当は。本当は、で、僕左も蹴れるんで、右も左も十分蹴れるんで、左サイドバックだったんで、その
蹴りは実は使えるんですよ。おでかれみたいな。あー、当時もうすごい流行ってましたね。この蹴りやりましたもんね。ありがとうございます。お、ああ、おお、大島さん、大島が来た。呼び捨てはよくないな。大島。チームポートレート稲葉 AB ありがとうございます。どうぞ。お前にますね。あ、ありがとうございます。血液型変えられないですかね。あれでもなんか変わっちゃう人いるじゃん。俺 B 型だけどなんか何年か前手術した時に、うん、A じゃないですかって言われた。けど変わったこと。血型が変わる人もいるらしい。それなんかあるらしいです。すごい話だ。そんなにかもその手術で本当に A じゃないですかって言われたけど、はい、まあ、母親も確認したら B だっていう。あ、するらしいですね。ああ、そういうのがあるんですね。どうなんですか、血液が変わっちゃうのかな。輸血で
あったらやりたいってやりたい。おお。今度飲みながら。サイさん、清宮 B、谷口 B、稲葉 B、チームポートレート。ありがとうございます。どうす。中国のファンです。ローライさん、センキューローライシェイシェイ中国のファンらしいです。ローライさんから、中国から、ありがとうございます。中国行ったなぁ。行ったんですか。タイチュー飲みましたよ。タイチュー、タイチュー、タイチュー飲みました。タイチュー、あれももうすごかったな。いやー、ほんとすごかったっすね。ハイチュウは。ハイチュウ、すごかったね。もう年、年一じゃないともう無理ですね。ほんとに、あの、コスの強さ、60何度ぐらいあるんですよ。そうですよね。なんか、なんか最初の食事会のパイチュウ美味しかったですけど、あの、ホテルで飲んだ時の、下から買ってきたパイチュウがもう、アルコールの匂いがもう、あれ、消毒みたいな感じの。ほんとに。消毒みたいな、なんて飲んだらもううわみたいな、飲み物じゃないですよ、本当に。あれはすごかったな、楽しかったですけどね。ゆうかさんと結婚した高尾さん、清宮 T シャツ黒、清宮 A、 高尾さんおめでとう。おめでとう。ありがとうございます。おめでとう。手前入れます。ハエさん、ありがとうございます。おお、ありがとうございます。ハエさん、ハイチュー、ちょっと思い出した。日本で売ってるんですかね。売ってないでしょ。売ってないですよね。現地のお酒みたいな。現地のお酒、本当なんかキーラみたいになんかちょっと、あ、全然ね。高知県 N さん、チームポートレート清宮 B、 谷口 A、 稲葉 A、 ありがとうございます。ありがとうございます。ケイさん、清宮 T シャツ作ろう。ありがとうございます。谷口さんは減量というか、体重を落とされたりとかしたことはあるんですか。はそのレスリングやった時に。どういう感じでこう落とされたんですか。もうほとんど水分。あ、もう汗をかく。汗かいて。1週間。え、もう1週間決めて、はい、どんどんそこにバッと。それで何キロぐらい落とすんですか。
うわ、10キロ。え、1週間で10キロ。1週間で10キロ。1週間で10キロ。で、あの計量終わったらもう戻す。戻す。休憩休みは。はい。体が絞られるときとか、はい、なんかどうされてるんですか。あー、でも、ボード練習があるんで、すごいカロリー消費しちゃうんで、その分逆に、はい、もう食べるようにはして、あの練習の、はい、前と後は食べるようにして、で夜だけこう炭水化物を取るって感じですね。やっぱ夜ですね。夜はできますね。ハエさん、チームポートレート、清宮へ、谷口へ、稲葉へ、ありがとうございます。おすすめのパンケーキとかありますか。おすすめのパンケーキ。よく行くお店は、はい、あの有名なのエックスシングス。エックス。ハクスシングス名前。あれ違います。あれハワイに本店っていうかあるやつですよね。あれ違う。エックスシングスですよね。あってですね。はい。あ、よく行くお店です。こあ、そうですね。はい。ちょっと今気になる店があって、行きたい店があって。よっ。この前行ったんだけど、店の前まで、はい。めちゃくちゃなって。ええー。そこ行きたいところがあって。それは谷口さん一人でこう行かれてたんですか。一人で。あ、じゃあそれはちょっとな、谷口さんが一人で並ばれてたらちょっと怖いですね。それ絶対女の子ばっかりですよ。女性ばかりですよね。こうそれは異様な光景になっちゃう。パンケーキって女性が多いから、そうですね、並んだりもきついですよね。結構多いですよ。あ、男の男性も。あ、そうなんですね。僕もでも幸せのパンケーキ行きました。美味しい。美味しいですね。でも幸せのパンケーキ食べたことある。あのふわ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 で、あれ美味しかったです。行かれたんですか。パンケーキ、いや、行ったかな。でもそんなやっぱ食べないんで、パンケーキを行くってことがないんで、なんか意外と思っているよりはあの 甘い感じじゃないですか。食べやすいんですね。食べたらちょっと考えが変わりましたね。あ、こんな感じなんだ今のパンケーキって。それは行きたくベタッとしてる感じじゃなかったですね。やっぱ3人3人でパンケーキの会を落ちすぎないですよね。埼玉県 K さんチーム、清宮 ABC、 ありがとうございます。でも今ノアのスタッフで女性の方すごい増えてるんで、そういうの知ってる人多いと思います。あ、なんかそういうのは女性に聞いた方が、はい、女性に強いと思った方がいいんじゃないですか。
全然好きなもの食べるんで。そういう時ってどれぐらい食べるんですか。どれぐらいですかね。コンビニ弁当3つと菓子パン4つとか。おお、結構食べてますね。はい。トータルですってことですか。いや、1回食べる。すげえ。なんか食べ始めると止まんなくなっちゃうんですよ。1回で。それはすごいっすね。たくまさん、チームポートレート、清宮 B、谷口 B、稲葉 A、ありがとうございます。ありがとうございます。お参りでお願いします。お参りでお願いします。なんかもう、この男の業界だと、やっぱり女子の流行ってるものとかって、全然わかんないじゃないですか。あ、確かにそうですね。こう、新たな道を開拓するためにも、女子が行ってるところ行きたいですよね。何が流行ってるんですか、今は。最近の女性人気のお店みたいな。教えていただきたい。タピオカですか。いや、なんかあれもう遅いんですかね。もう遅いとか言われそうじゃないですか。遅いよって言われちゃいます。大島さん、チームポートレート、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。流行りの場所でヨルパフェって、ヨルパフェってそれって意外なんですか。わかんない。夜にパフェを食べるって意外なことなんですか。パフェって昼なんですか。広島県 N さん、稲葉 AB、 清宮選手 A、 チームポートレート稲葉 T シャツ、ありがとうございます。ありがとうございます。どうすればモテるか教えてください。来てます。
芝さん、モテたいんだな。モテたい。どうしたの？どうしたの？どうしたの？そのインスタライブやった時に、はい、大島さんからも来て、なんかどうやったのって言うんですかね。おー、俺なんかそれ酔っ払ったから、酔っ払ったから、大島さんモテないですよモテるわけないじゃないですかみたいな、それで根に持ってんだよ。あそれが答えてくださいだから、髪型、こう挑発ネスとか挑発ネス、雰囲気とか、まあ、雰囲気とかでもこの人スキンヘッドらしいですよ。マジありがとうございました東京都 M さん、チームボートレート清宮 B、ありがとうございます。しっかり覚えてるんですけど、すげえ、はい、来るんだよ、なんか、あー、やたらそうですね、やたらやたらなんか言われました。墓場まで持っていくとか、わあ、うまそう、フルーツサンド。あ、俺も実はちょっとハマってて。え、ハマってるんですか？もうハマってるじゃないですか。さっきそうだ、パンケーキやりも流行そうだ、さすがさすがだ。なんかすげえ夢のところ。フルーツサンド行ってんすね。確かにすげえな。中目のお店に中目行っちゃいました。知る人ぞ知るやつじゃないですか。すげえ。そういうのは谷口選手も自分で調べられていくんですか？調べて、美味しいっすか？やっぱ美味しかった。それでどういう感じですか？もう普通のね、フルーツ丸ごと入ってる。丸ごとでかいの？でかい。そこね、マンゴーとかのなんか、まあ、後で教えてここで教えてくれる。サバイバー高橋さん、チームポートレート、ありがとうございます。ありがとうございます。塩崎さんがパフェとか甘いものを買ってくださいまして、はい、それが僕もなんもうそれきつくてきつくてもう食べなかったんですよね。もう無理だってもうでもその遊園地なんでもういろんな至る所にそういうのあるんですよ。クレープとかもう最初はやっぱすごい嬉しかったんですけど、それ以降もうちょっとそういうの苦手になりましたトラウマじゃないですか。でももう久しぶりに食べに行きたいなって思いますね。来ましたよね、新潟のプロモーション。はい、来ましたよ。サザボスじゃないですか。あ、サザボスじゃないか。新潟あ、倒してますか？あ、それは長崎。あ、もうでもいろんなところであるね山口県のひろみさん、清宮 AB、ありがとうございます。長いです。
M さん、清宮 T シャツ白、ありがとうございます。チームポートレート谷口へ稲葉へ、ありがとうございます。龍樹さん、チームポートレート清宮 BC、ありがとうございます。アレアンさん、チームポートレート、ありがとうございます。ありがとうございます。なんかいいね。ラーメンです。ラーメンですか。すげえお腹空いてきた。めっちゃお腹空いてきた。
ちゃんこは何味ですか。ちゃんこはポン酢。ポン酢ですか。ポン酢。あでもタレにつけるタレ。あそうですポン酢の。はい、ああいいっすね。でも味噌とかがやっぱ僕好きですかね。谷口さんとちゃんこ誰が作られてたんですか。ほとんど俺と、はい、当時そのあの青木も一緒二人で、ね、その時ってあれですかね、生き王さんの直伝のちゃんこみたいな。そうそう、うん、あサクタブシだろう。ちゃんこ版でこうちゃんことヘリが違うとかありませんでしたか。僕ら結構あって、なんか誰かがちゃんこ作ると結構ちゃんこ残っちゃう。ああ、センス出ますよね。そうなんです、結構センス出て、もう肉が全然入ってなかったり、まあ、野菜の切り方がこう雑でとか大根めっちゃ繋がったりとかやっぱ全然減ってねえか。でもなんかのはもう一回ちゃんこがすごいまずくなったっていうので、北宮さんがちゃんこ変えたっていう。あ、今なんか味付け、もう味付けが違うんだよね。北宮さん。あ、そうなんですね。がやったっていう。昔道場で北宮さんがもうちゃんこのメニューを味から変えて美味しくなった。すごいですね。やっぱだからそういう人いますもんね。こう料理のセンスがある人っていうか。そうそう、すごいですよね。大橋さん、チームポートレート、清宮 B、C、谷口 B、稲葉 A、ありがとうございます。ありがとうございます。ますお参り、お参りでお願いします。清宮君、ちゃんぽんって作ってましたね。はい、デビューはできなかったんですけど、同期がいたので、その子と一緒に作ってました。当時でも杉浦さんが持ってきた辛味噌の素っていうのがあって、とっていうか辛味噌を持ってきてくださって、それがすごいあの美味しかったんで、味噌に入れて食べてたんですけど、また持ってきてほしい。さきちゃん、清宮 AB、ありがとう。さん付けだったのかな。さきさんだけ、さきちゃんなんです。さきちゃんさん。ああ、なるほど。ニックネームで。兵庫県 Y さん、清宮 ABC、稲葉 A、清宮 T シャツ作ろう。ありがとうございます。ありがとうございます。
数がすごいということで休憩を入れてもどうですかって言われます。入れますか休憩を入れてもって、休憩中もこだわってるってことですか。そうです。じゃあそのままじゃあそのままって、だっていなかったらこの画面で映るってことじゃない。おい、行きましょう。行きますか。行きましょう。新潟県のマオさん、清宮タオル、ありがとう。マオちゃん、ありがとう。新潟のマオちゃんね。T シャツ、清宮タオル、ありがとうございます。ありがとうございます。最後、はい、これ新潟続きがたまたまですか。T.O. さん、稲葉 T シャツ、谷口 T シャツ、ロゴ T シャツ、清宮ポートレート C、ありがとうございます。ありがとうございます。
久美子さん、清宮選手ポートレート A、谷口選手ポートレート B、稲葉 A、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。お前にお願いします。はい。お前にお願いします。ハリセンボンさん、清宮タオル、ロゴ T シャツ、清宮 T シャツ、白、ありがとう。みなちゃんさん、清宮 A、 ありがとう。甘いです。群馬県 T さん、清宮 AB、 ありがとう。
量がもうすごい多くてですね、はい、もう直毛なんで髪がこうなっちゃうんですよね。あ、そうですか。はい、すごくなってしまうので、ここ天パなんでこうなっちゃうんですか。あ、キリンいかれてる。あ、そうですね、もう結構キリンいかれてる。どちらにこれケロケロケロ。おお、私の兄が美容院やっております、池袋で。あ、そうなんですね。先生です。いつもそこで。ああ、そうですね。だいたいそのメンテナンスみたいな感じで、こう大きく切らない場合は兄に任せてます。ガラッと変えたりするときは、あの違うところに行ってます。宮崎県 N さん、清宮選手 A、B、谷口選手 A、B、稲葉 A、B、チームポトレート、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。今回終わりが見えないですね。終わらない。ああ、あとちょっとか。もう終わりですか。大輝さんロゴ T シャツ。ありがとうございます。ありがとうございます。選手 B、谷口選手 B、稲葉 B、ありがとうございます。ありがとうございます。ホラー映像だこれ。ホラー映像。トトロさん、谷口 A 2枚、 B 2枚、谷口 T シャツ、ありがとうございます。
これとこれは名前を名前タバコに詰めてきてます。まあ夏らしくて。夏らしいことないですからね、もう。そうですね、今年は。僕もタバコで夏を満喫していただいて。タバコって、あれでも、普通にしてたら可愛かったりしないですかね。明るい部屋でサダコ見たら、あれ、かわいいやみたいな、ね、え、あのサダコですか、あの出てくるサダコを明るい部屋で見たんですか。明るいつけたら、あれ、いや、かわいくないじゃないですか。肌綺麗みたいな、逆みたいな。いや、ちょっと、その観点なかったです、僕。明るい部屋でサダコ見るか。黒髪はタイプなんで、ラストですラストです、最後の、最後の方は天夏さん、清宮 B、 ありがとうございます。ありがとうございます。ラストラスト、本当のやつですか。本当のやつ。いや。あ、飲みに行ってくださいって言ってました。すいません。ダメでした。じゃあ、まあ飲みに行くのはあれですけど。これこう、こう初めてでこうお話しさせていただいて、こうなんかちょっと仲良くなれた気がします。秘密基地はでも行きましょう。あ、そうですね。はい、秘密基地は、それは行きましょう。ぜひ。秘密基地で、次回。次回なのか分かんないですけど。秘密基地から放送します。みんなありがとう。ありがとうございました。ありがとうございました。次回の秘密基地から。